宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、損害賠償額の予定、民法420条について解説いたします。損害賠償額の予定っていうのは、債務不履行があった場合に債務者が賠償すべき金額を事前に決めておくことのことを言います。この損害賠償額を事前に決めておかないとどうなるかっていうと、実際の損害がすごく大きかった場合、債務者はその損害払わなければいけなくなるわけなんですよね。でそうすると債務者としては、ちょっと酷ですよね。なので、事前にこういった損害賠償額の予定というものを決めておくっていうメリットがあります。でこれは、債務者側のメリットなんですけども、債権者側にもメリットがあって、それはどういった内容かっていうと、債権者側っていうのは損害額を証明しなくてもいいんですね。通常この損害賠償額の予定がなかった場合っていうのは、債権者側が自分自身で実際どれだけ損害があったのかというものを証明しなければいけないんで、めんどくさいんですね。ただこの損害賠償額の予定があれば、この損害賠償額証明しなかったとしても、この損害賠償の予定額を債務者側に請求することができるというメリットがあります。なので実際損害賠償額の予定をしておく場合っていうのは意外と多くあるんですね。一応具体例を出しておくと、AB 間で損害賠償の予定額を100万円として契約をしていた、合意をしていたとした場合、実損っていうのは実際の損害です。実際の損害額が200万円であったとしても、100万円しか損害賠償請求することができません。これが損害賠償額の予定ですね。で実際債権者としては、実際の損害200万円あったっていうのであれば、200万円損害賠償してほしいっていう気持ちはあるかもしれないんですけども、損害賠償額の予定をしておくことで損害額の証明は不要となりますんで、その点はメリットがあるという話になります。で続いて、損害賠償額を予定していたとしても、履行請求だったり契約解除はできるんですね。ちょっとこちらの具体例見ていただきたいんですけども、 A さんは自己所有の建物を B さんに売却する売買契約を締結しました。ここで予定額、損害賠償の予定額を100万円としました。でこの建物は1億円ですと。1億円の売買契約を締結して、損害賠償の予定額を100万円にしたという状況なんですね。で B さんは期日になっても代金を支払えなかった、つまり債務者ですね、債務不履行になってしまったと、言った場合、損害賠償額の予定をしていたとしても、債権者である A さんは債務者に対して履行請求することができますよ。つまりこの1億円払ってくださいよと、代金払ってくださいよっていうふうに請求することができます。また払えないというのであれば、 A さんは契約解除をすることもできますよという話ですね。でまた裁判所は予定額の無効も可能なんですね。損害賠償額を予定していた場合、通常この予定額を払わなければいけないわけですよね。債務者 B さんが債務不履行に陥ったというのであれば、この予定した金額を支払わなければいけないんだけれども、場合によってはこの予定額全部無効になったりとか、一部無効になるということもありえますよっていう内容です。つまり裁判所はこの予定額をひっくり返すことができるという話なんですね。これどういった場合ひっくり返すことができるかっていうと、公序良俗に反する場合です。これ例えばなんですけども、不当に高額な予定額をしていたといった場合ですね。これ1億円の建物の売買契約にもかかわらず、この予定額を5000万円にしたとか、1億円の建物に対して損害賠償の予定額が5000万っていうのは、明らかにこれ高すぎるんですね。で、こういった場合、裁判所は予定額を、一部無効または全部無効にすることができます。今回の場合であれば、1億円であれば、2000万円ぐらいが妥当なんじゃないのかなと
いうふうに、もし裁判所が判断したというのであれば、5000万円の損害賠償の予定額のうち、3000万円分は無効で、2000万円部分だけ有効にしますよ。ということで、B さんは2000万円だけ損害賠償すればいいよと、まあ、いった内容になります。で、最後になんですけども、損害賠償の予定額っていうのは、まあ、違約金っていう言い方もするんですね。なんで、まあ、基本的には、この違約金と、まあ、損害賠償の予定額っていうのは、一緒というふうに考えてもらって大丈夫です。まあ、今回の内容は全て重要なので、この赤文字の部分、特に赤文字の部分はしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。